ちは。さゆたかさん、はい、ちょっと早すぎですが、いや、はい、かなり早すぎですが、うん、今年の順位予想やりましょう。いやこれがさ、俺が外してると喜ぶ人がいて、いますよね、ファンの方。そうね、あの去年のね、プロ野球ニュースの大反省会っていうのがあって、はい、順位を振り返った中でみんなほとんど当たってないね。おお、どこら辺外してました？皆さん一つ狂うと当然二つは狂ってくるわけ、あ、はい、相当な狂いはあるんだけども、はい、連覇は難しいんじゃないかっていうようなところから狂ってる人もいるし、はい、良さそうに見えた球団がもう全く外国人が働かなかったとかさ、はい、まあ、いろんなところで狂ってくるよね。あ、そうですよね。ゆとこさん、去年ってセパともに何割当てでした？何にも当たってないですね。ちょっと待って、一つ、いやいや、ちょっと待ってよ。なんか当たってますよね、絶対。いや、当たってる当たってる。そうですよね、うん、当たってるのは当たってる。巨人の4位は当たってるから。ああ、でもすごいじゃないですか。すごいでしょ、うん、で、日本ハムの再開、これはまあ、なんだよ、まあ、これだってお前失礼だからビッグボスが言ってたんで。あ、そう、はい、うん、A クラスに入ったのはでも DeNA とヤクルトは当ててるし、はい、まあ、A クラス縛りで言えばね。あ、阪神は何位にしてたんですか？阪神5位。あ、じゃあそこはちょっと狂っちゃったんですね、大いに。DeNA を1位予想にして、2位に中日だった。あ、2位に中日だったんですね。で、3位がヤクルトだったかな。うん、まあ、A クラス2つ、はい、B クラス2つ当たってるわけですね。パ・リーグはどうでしたか？パ・リーグはね、まあ、西武優勝で楽天。西武楽天、うん、だから最初はいいように言ってたんだけどさ、はい、まあ、楽天は失速するわさ、うん、まあ、西武もさ、結果3位でしたけれども、まあ、そうだね。ロッテで狂った人はたくさんいるよ。だって順調に来ててゴーン下がる、まあ、そうですよね。もうびっくりしたよお前。そこがやっぱり外国人の働きだったりとか、まあ、まあ、そことかね。オリックス何にしてたんですか？いや、連覇難しいかなっていう、今までこう溜まったものがいっぺんに弾けて、はい、うん、給料上がるし、うん、気を抜くかなと思ったら、うん、全然。じゃあソフトバンクとオリックス B クラスに入れてたんですか？ソフトバンクはやっぱ怪我人が出るんじゃないかなっていうね、うんうん、で森がああいう状態だったし、はい、ちょっと難しいかなと思ったら、うん、やっぱ頑張ったね。そうですよね、わからないものですね。ホットネヒじゃないよ言われちゃうけど、自分の今間違いもなんか帳消しにしようと。でも、はい、言っとくけど俺だけじゃない、うん、ま、みんな外してるから。これ当てた方いるんですか？全部。でも当たったらつまんないよね。まあ、そうですよね、うん、当たったらつまんないけど、うん、当てたいよね。いや、まあ、そうですね、うん、当てたいということで、はい、今年こそは当てに行きましょう、はい、裏目の豊かと言われないようにしましょう、うん、そうだな、まあ、いや、まあ、当たんないんだからみんな言うなっつうな。そうですよね、まあ、言われるのも仕事だのうちだけどね、はい、誹謗中傷で、はい、なんか今ネットで警察が動いて、うん、逮捕されたな、2人。そうなんですか？あれ追跡捜査できるもんね。できます。まあ、別に脅してるわけじゃないけどね。別に脅してるわけじゃないけどそういうことができるんだなっていうとね、今頭に浮かんだんで。それ言葉出ちゃっただけですからね。あ、そう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 。そうですね、心の声がね。ちょっと漏れちゃったんですけれども。そうじゃあ、はい、セリーグから、はい、行きましょうか。セリーグ、はい、現時点だよ、うん、頭の中でポーンと浮かんだのは阪神、うん、はい、DeNA じゃなくて阪神行きました。阪神行った。外国人がいいな。あ、取った外国人ですね、はい、が相当やりそうな感じもするし、はい、やっぱあの投手力ね、うん、で岡田監督の頭脳、はい、足を使える野球、うん、今年ね特に見といて、はい、足がクローズアップされるから、はい、球界全体で、はい、これはなぜかというと接戦が多くなってきている、はい、ピッチャーがいいだけに、うん、おじゃあ1点をどう取るかっていうのはやっぱ足だよ、うん、足がポイントを握るから今年は足ですね、うん、はい、そしたらあ今年は足じゃねえなみたいな思うなっつうのじゃ素直に受け入れて素直にここは別に言われてるわけじゃないけどね、まだ、ね、そうです、また心の声が出ちゃいましたけれどもいやだから足がクローズアップされる、そこで一番足をうまく使えるのはやっぱ阪神だと思う、へえ、だから絶対接戦が多くなってくるからということなんですね、うん、でピッチャー投手力ね、はい、いいからね、はい、うん、で2位が DeNA、うん、はい、ここは、ね、足は使えないんだよ、うん、でも球場の狭さがあるんだよ。それが武器ですね、うん、だからホームランバッターを揃える、はい、だからオースティンが入ってくれると一番いいんだけど、今年もなんか無理みたいだしな、はい、ちょっと待って、今のところな、はい、もう来んなってもうね言いたくなるようなそんな感じなんだけど、はい、だけどあそこはバッティングがやっぱ特別だな。そうですね、横浜スタジアムという利点を持ってるよ、はい、まあ、そこら辺で2位、
2位まだ今の現時点で、ね、現時点です、はいはい、3位ヤクルト。ヤクルトここで3位なんですね。3連覇、うん、厳しいと思うよ。高津監督はやり手だからな、まあ、ただ抑えがいなくなってるじゃん。そうですね、今まあ外国人とかちょっと補強したけど、はい、まあ、これがどういう風な、ね、活躍を見せてくれるかによってはあの分からないけど、はい、優勝2年連続するチームってかなり投手に負担が来てるんだよ、はい、特に清水とか。ああ中ですね、あ、はい、もう本当に一生懸命投げてるんだよ、はい、ただローテーション組むからね高津監督は。そうそう、だからそこら辺が分からないんだよね。村上選手は少し数字が落ちるんじゃないかな、はい、あ、去年あれだけいい成績なので、うん、徹底マークされると思うんだよもう今年は、はい、56本なんか打たせないみたいな、はい、そしたら後ろに打つ、まあ、オスナとかサンタナとかポイントになってくるんだけども、うん、ちょっとバッティング落ちるとやっぱ投手力、先発投手っていうのも枚数という意味ではね、うん、少し足りてない部分もあるし、うん、ちょっとやっぱ昨年よりはチーム力が落ちるかなっていう。まずはその先発力でいうと奥川投手は戻ってくるとは思うんですけれども、まあ、でもまだ分からんもんね。でも戻ってきたところで負けないピッチャーかっていうと、うん、そうじゃないよね、まあ、まだ分かんないよね。ただ A クラスにはいるよっていうところなんですね、うん、これは高津監督の手腕だよね。じゃあここから B クラスになります、はい、4位巨人。またですか。いや今の現時点ではやっぱ若手の先発投手陣をやっぱこう使っていくよね、はい、使わなきゃしょうがなくなるよね。いないですか、ね、今はね、はい、現時点ではね。そういう意味ではその人たちがもうノリノリで行ったぜみたいな、うん、そんな感じだったら優勝っていうのは一気にあると思う、はい、だからそんなに簡単じゃないかなっていうふうには思うよね。今で安心してこう数えられるようなピッチャーっていうとやっぱ菅野投手、戸郷投手、この2名になってくるんですか先発って。まあ大体そんなところかな。あ、 CC いなくなりましたしね。あ、まあ、山崎よりは昨年よりはブレイクしそうなんだよね。だから3番手には来そうな感じはするんだけど、はい、まだねスタミナとか、はい、いろんなやることっていうのは山積みだと思うんだよね、うん、多分昨年よりは打ってくれると思う。あ、野手陣が、ああ、だからまあそこら辺でピッチャーが勝ち星を拾いながら自信をつけていったら分からないけどもね、うん、でも現時点では、うん、まあ、分かんないから若手のピッチャー陣が、うん、キャンプやって故障するかも分からないし、オープン戦して、うん、オープン戦してリタイアするかも分からないし、うん、ここら辺が分からないからさ、うん、ただ野手は昨年よりは絶対打つ。それはどの選手が上がってくるってことですか。岡本がやっぱ復調してくるだろうね、うん、はい、で中田翔も昨年同様後半打ったように多分打つと思うよ、はい、まあ、坂本が昨年ちょっと休みを入れながらいろいろやったんで体は戻ってきてると思う、はい、で丸は安定してるでしょ、うん、あとは両サイドだよね、ウォーカーなのか、そうですよね、まあ、新外国人なのか、うん、打線はいいんだよね、うん、ただやっぱりピッチャーだよな。そうですね、うん、特に先発ピッチャーね。そうですね、うん、ただ今の段階であれば4位。そうだね、はい、さあ残るは5位と6位です。5位は、はい、広島。それがやっぱ新監督の新鮮さだよね、うん、笹岡監督の持ってる雰囲気っていうのはやっぱエースなんだよね、うん、だから寡黙なんだよ、はい、でも新井ってはーっと明るいし、おー、もっと元気出してやろうぜみたいな、うん、活気が戻ってくるような。だから笹岡監督の時に活気がなかったっていうわけではないけども、うん、より活気が戻る、うん、そんな野球になってくると野手はいい選手が多いからさ。そうですよね、で坂倉っていうのもキャッチャー専念するっていうことで楽しみだし、はい、まあ、先発ピッチャーはある程度揃ってるから ね、はい、ね、うん、ただそれでも5位っていうのは、いや中継ぎ陣が心配なんだ。そこなんですね、うん、で笹岡監督ピッチャーの出身でも埋められなかったものが、はい、新井監督になってすぐ埋まるかっていうとなかなか難しいと思うんだよね、うん、まあ、そこら辺で5位と。で、まあ、6位が中日と。そうだね、これはあのね、立浪監督が大きくオフを動かしたよね、選手を。だからといってこう上に来るかというと、今年は形作りだと思うんだよ、はい、昨年までもう形なんかなかった、うん、この選手はダメか、この選手もダメか、いや使ってみたら打てないか、うん、みたいな感じだったと思うんだよ。でもこの地ならしは俺できたと思うんだよね。外国人を取ってきてルーキーもそこに当てはめるような選手を取ってきて、うん、石川みたいな芸人も治ってくるだろう、うん、やっと今年立浪監督がやりたい野球をができるような体制が整ったということなの。
昨年までは体制もなかったという、うん、それを試して形にするのが今年かなっていう。あ、だから順位というよりもその形が出来上がって来年勝負の年になってくるかなっていうふうに思うんだよね。ただあの投手力、投手陣を見るとさ、はい、優勝チームが抱えるような投手陣がいることはいるんだよ。そうですよね。だけどいきなりね打てないものが打てるようになるかというと、それはやっぱり経験も必要だし慣れも必要だし、はい、まあ、石川という人間が昨年前半ね怪我する前、ああやっぱり非凡なものあるな、面白いなこの選手はって思った時の怪我でしょ、はい、でまた今年1からだよね、うん、だからそんなにはさ、はい、ブレイクはしないかなっていう中日が、うん、今年は形はでもしっかりした形を作ってくるだろうなっていうですね。あとは新外国人がどのぐらい、まあ、そうだね。ただ心配なのが岡林ライトで、レーザービームってものすごい肩が強かったんだけど、センターに行くことによってその肩がどうなのかなっていうね。それやっぱ距離が長くなるからさ、はい、させなくなるんだよね。あ、ライトに置いといた方が刺す、うん、サード工場が止める、そういうことが多くなったのに、まあ、センターだと回し合いみたいな。あ、そういうことが起きるから、まあ、岡林がセンターで刺してくれるとね、はい、まだいいんだろうけどもね。というわけでセリーグの順位は出揃いました、はい、続いてパリーグです。パリーグ、はい、パリーグが優勝はソフトバンク。そういう感じですね。いやこれはね、やっぱもうそのためにお金も使い、はい、人も動いたという、はい、これだけ揃って優勝させなかったら、まあでもお金で優勝買うわけじゃないからな。ただすごいメンバーが揃いましたからね。揃ったな。揃ったんですよ。もう見ると、いやだからまあ優勝はね、はい、しなきゃいけないだろうなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、ここはもうなんかさらっとでいいような気がします、まあそうだね、ソフトバンクの優勝っていうのは、はい、2位オリックスかな。やっぱここ双璧ですね、この1位に。でオリックスは、はい、やっぱ吉田を失った代わりに森が来たという、はい、まあ、そこだよねポイントはね、うん、でも森も双璧だからな、バッティングなんていうのは。でも、うん、吉田の勝負強さは森も勝負強いんだよね。だから遜色はないんだけども、ね、はい、まあ、最初からチームに馴染んでくれればね、うん、まあ、もちろんいいんだろうけども、やっぱ由伸がいるっていうのはでかいよ。で宮城っていうのがいる、はい、中継もいいし。そうなんですよね。あ、だから、まあ、そこら辺はやっぱ戦っていける。やっぱ杉本も昨年悪かった分だけ、はい、今年はちょっといいような気もするし、うん、まあ、宗も昨年よりはいいかなって。紅林、うん、もっと成長するだろうと思ったら、まあ、今年はやるだろうって思ったら、うん、まあ、2位は堅いかなっていう。今ではね、あ、まあ、優勝も狙えるけどね、もちろん。ただやっぱりそのソフトバンクに一歩足りないっていうのは、やっぱソフトバンクの補強っていう意味でより強固になったっていうところが強いですかね。まあそうだね。ただ中島監督はやり手だからな。そうですよね。あ、だから面白い野球やるし、はい、だからそこら辺が見ものだよね、はい、はいはい、3位です。3位西武。これも今年と A クラス変わらないですね。やっぱ森が抜けたけど、はい、大丈夫ですか。うん、大丈夫じゃないんだけどさ、はい、ちょっとやめとこうかな。お、いいですよ、迷ってもいいですよ。いや、ただね、隅田がね、はい、今年は勝ちそうなんだよ。まあ、去年が昨年優勝したっていうのは、隅田、もう第一番人気の隅田、うん、ドラフトでね、取れた。佐藤に残ってた、取れた、はい、ここで15勝って考えてたからさ、はい、それが全くなくなったから。そうですね、まあ、全くではないけどね。まあ、山川も今年は打つと思うよ。ただ選手がな、ベテランが増えたな。まあ、そうですね、うん、ただピッチャーね、高橋光成投手もいますし、平投手が今度先発に今回りますが、まあ、そうだな。やっぱ西武だな。西武、西武でいい、はい、で松井新監督にもなります。そうだな、はい、まあ面白いね、はい、はいはい、野手がちょっと不安なんだよね。ピッチャーは心配じゃない。もう投手王国になるって俺ずっと言い続けてて、その形をだん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 作り上げてきてるから、そんなに心配はないんだけども、はい、森選手が抜けたことの大きさってことですか。まあそれもあるな。じゃあ迷っていたその3位と4位の4位、楽天。今年もですか。難しいな。あ、難しいですよね、ここは。いや、4位ロッテにするわ。ロッテ、やっぱ佐々木朗希っていうの存在がでかい、うん、でこれがローテーションを守るようになったらどんな数字を残すか、はい、やっぱ吉野と双璧だと思うんだよね、うん、ローテーション守れれば、はい、だから1月の時点でまだ分からないじゃん、ローテーション守らすのか、はい、中6日でずっと生かすって吉井が判断するのか、うん、ちょっと分かんないから、俺は生かすとしたら
吉野と総益になってくるよね。で三馬がいる、二、はい、木がいるとか、うん、小島がいるとか、投手陣はそこそこいいんだよね。 CC もね来ますしね。そうだね、はい、で石川もいるし、はい、今年も投高打点になると思うんだよ、はい、パ・リーグは特に、うん、そうなってくるとやっぱ足が絡められる、うん、まあ、そこら辺でロッテかなって。ロッテが、じゃあロッテが4位、うん、で5位が楽天。あ、だん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 こう落ちてきてるよね。そうですよね、うん、いいタレントは揃ってるんですけれどもね、克服できるかね、暑い時期を。 それね、野村さんとね、豊さんのあの YouTube の撮った YouTube でもやっぱりその夏場のやっぱりそこら辺チーム全体が抱えてる課題っていうのがあるよね、うん、選手一人の課題だったらさ、はい、その選手を休ませて、うん、ね、他の選手、生きのいい選手を入れることはできるんだけど、チーム全体が抱えてるそういう課題だからさ、それが克服できるかなっていうね、うん、だからそこら辺がちょっと問題かなって思うよね。そうですね。さあ、そして6位が日本ハム、エスコンフィールド北海道ね。はい、新しい球場になりますけれども、まあ、今年から固定に入ってくる、うん、で近藤が抜けた、はい、軸がいなくなったよね、うん、まあ、松本剛という首位打者がいるけども、まだ足りないよね。今年固定されて1年間残った数字がその選手の評価になってきてって、やっと評価される年じゃないのかなって思うけどね、うん、昨年は評価の対象にはあんまりならなかったし、はい、まあ、確かに清宮とかすごく伸びたけどね、はい、で上川畑、うん、これも非常に勝負強いし、ああこれは面白い選手が入ってきたなと思ったけど、だけど何番を出してどうするのかっていうね、まあ、ビジョンがまだはっきり見えてないということ。4番を野村にする、でそれはいい、全然いいんだけど、じゃあ1番誰が打つの、2番誰が打つのっていうと、昨年までバラバラだったから、みんなの中であんまり固定できてないよね。だからこれが浸透して初めてチームになるから、浸透されてね、ファンの方とか、あ1番磯畑か、2番上川畑、うん、ああいい 1,2 番だなって、3番清宮、4番野村とか言えるじゃねえかって、うん、いやようやくそうなってくるってことですね。いやだからようやく多分そういう風になってくると思う。そうなってきて初めて勝負だから、はい、だから今年どういう勝負をしていくかは楽しみだけどもね。そうですね。ただ順位としてはそんなに上がれるほどではない、うんうん、抜けた戦力もあるしっていうことになりますね。はい、というわけでちょっと駆け足でセパの順位予想、なんかね、適当ではないけど、適当ではない、今この頭の中で、ね、はい、描いてることだけどね、うん、これがキャンプが始まり、はい、キャンプを見て、うん、ね、オープン戦の結果を知り、はい、でまたこう順位が変わってくるからね、頭の中でね。そうですね、キャンプ中、はい、そして開幕前、そして4月、5月、6月、7月とね、毎月エース4番、5番、6番これが怪我したって言ったらどうするよ、順位を落とすでしょ。だから毎月やった方がいいんですよ。そうだね、お付き合いくださいよお願いします、ね、はい